熱帯の風情を感じさせる多肉植物のアロエ、育て方や管理方法は？今回は肉厚の葉が特徴的で個性的な花を楽しむことができるアロエの育て方についてご紹介します。アロエは育てやすく初心者におすすめ。アロエは丈夫で育てやすいので園芸初心者にもおすすめです。アロエは苗から育てるのが主流です。茎が太くひょろひょろと伸びすぎていない苗を選びましょう。葉の厚みがあるか、トゲがしっかりと硬くなっているか、優しく触って確かめてください。植え付けは3月から10月の温暖な時期に行います。霜の心配のない団地であれば地植えも可能です。鉢植えの場合はポットよりも一回り大きなものを選びましょう。アロエは特に日の当たる場所を好みます。日光が十分に当たらなければ育ちが悪くなってしまいます。保水力が高いため水やりを頻繁にする必要はありません。生育旺盛な4月から10月は土の表面が乾いてきたら鉢底から流れ出るまでたっぷり水を与えます。高温多湿が苦手で梅雨から夏は生育をストップします。この時期に根腐れを起こさないように注意しましょう。より丈夫で大きなアロエを育てるために適度に施肥してみましょう。植え付け、植え替えの際にマガンプ K、大粒を土に混ぜてみましょう。また春から秋にかけてはプロミック観葉植物用やハイポネックス原液を施肥してあげても良いでしょう。アロエを丁寧に管理して長く楽しもう。アロエは丁寧に手入れすることで長く楽しめる植物です。長持ちさせるための管理方法をご紹介します。新芽の出る春頃にはアブラムシが発生することがあります。虫がついていたらすぐに取り除きましょう。アブラムシを見つけたら肥料とアブラムシ退治が同時にできるハイポネックス原液殺虫剤入りがおすすめです。アロエは寒さには弱いため冬場は生育が停滞します。水やりは控えめにしましょう。最低気温が10度以下になったら玄関や軒下などに移動させ霜がつかないように対策しましょう。生育が旺盛で根詰まりを起こしやすいので2年から3年に1回は植え替えを行いましょう。植え替えは3月から5月または9月から10月頃が適しています。冬でも緑の葉を茂らせているアロエは寒い季節の貴重なグリーンとしても役立ちます。たくさんの品種があるので好みのものを探してみましょう。入手した苗は大切に育てて熱帯風のお庭を演出してみてくださいね。